バイコーの独自技術となるファクトライズドパワーアーキテクチャ FPA では電圧調整と電圧変換を分割することで小型方向率を同時に実現いたします。バイコー独自の電源構成は1段目の電圧調整レギュレーター部と2段目の 電圧変換比固定コンバーターを組み合わせたものになります。1段目の電圧調整部は2段目の電圧変換比固定タイプの絶縁コンバータに正確な給電をいたします。FPA 技術により負荷の近くに欧州波コンバータである電圧変換部分を配置できるようになります。負荷の直近に配置することで 配線インピーダンスの影響を最小にできます。また、FPA 技術を使った変換方式により、負荷へのノイズの影響を大幅に少なくすることができます。さらに、コンバーターの高周波化は小さなインダクター、小さなキャパシタを使ってのコンバーター動作を可能にいたします。高周波化により、 バルクコンデンサーの削減が容易になり、信頼性の向上、低配デザインも可能になります。FPA 技術では、他側の容量を少なくすることも可能になります。このように、FPA 技術は大電流アプリケーション、および高速負荷変動が必要な高性能プロセッサーに最適なアプローチと言えます。 従来よりも大幅に小型なモジュールでかつ少ない外付け部品、小さな実装面積、小さなノイズでの電力供給を可能にしたソリューションとなっております。一段目の非絶縁レギュレーターとして PRM、二段目の固定電圧変換部として VTM をお使いいただけます。 次は FPA の使用例になります。FPA の技術説明にありましたように、電圧比固定タイプコンバーターは高速動作いたしますので、バルクコンデンサーを削減できます。また、容量エネルギーは電圧、 V の2乗で決まるため、図の4対1の電圧固定変換の例では、キャパシタを1段目と2段目の中間に配置することで、深側に配置させる場合と比較して、容量を1 16分の1にすることができます。また、 ご覧の図のように、本製品では、並列接続、直列接続による組み合わせで、電力変更や電圧変更が、モジュールの追加で可能になります。急な電力変更が必要となった場合にも、簡単にご使用いただけます。以上、ご清聴ありがとうございました。ご質問ございましたら、電話、 またはウェブサイトからお問い合わせください。